緊張の渦巻きができるまで。ここは緊張の創業者上山栄一郎の生家。その成果が残るここ紀州工場で、今でも蚊取り線香は作り続けられています。未来技術遺産、そして科学遺産に選ばれた蚊取り線香には、創業者の意思を引き継ぎ、その品質のために多くの手間と技術が込められています。その工程を見てみましょう。原料、蚊取り線香は除虫菊の粉末などさまざまな原料を使用しています。ふるい、それらの原料をすべてふるいにかけ、小さな異物などを除去。熱化、原料を均一に混ぜ合わせた後、重さ400キロの巨大ローラー2個で圧力をかけながら15分間こね合わせます。押し出し成形、そしてこの粘土状の生地を厚さ5ミリ、幅30センチのシート状に成形、1メートルの長さでカットします。打ち抜き、渦巻き型の刃型で干し網の上に打ち抜きます。切れ端は再度原料として工程に戻します。乾燥、干し網はリフトに乗せ乾燥場へ運ばれていきます。1日から2日間外気の風を取り入れて自然乾燥、さらにその後温風乾燥。渦揚げ、出来上がった蚊取り線香は一つずつ丁寧にまとめられ梱包されていきます。品質管理、工場では日々品質管理を徹底しています。こうして蚊取り線香は確かな品質でお客様のもとへ届けられていくのです。つこたらええやん、緊張の蚊取り線香。